ございます。視聴者が、まあ、ゴルフの悩みがいろいろあると、それをみほちゃんなりに、まあ、こういう感じだったらこういう練習方法があるよみたいな話をしてもらいたいなと思ってます。はい、よろしくお願いします。はい、ジャムさんです。はい。ドライバーで会心の当たりをすると、まっすぐ出てそのままスライスして OB まっしぐらです。プッシュアウトってことかな？そうです。少しずつフェースの返しを強くしていくと、あるところからスライスとチーピンが半々出るようになります。うん、スイングをゆっくりにすると、なんとか半分くらいはまっすぐ飛びますが、200ヤードぐらいしか飛びません。うん、助けてください。そうですね、基本的に多分軌道がアウトサイドインなんだと思うんですけど、うん、軌道、軌道が外から内、多分右に飛び出てるのはフェース面が開いてるだけだと思う。それを嫌がって自分でこう返そうとしてローテーションしていくと思う。私は基本的にあんまりローテーションをさせていかないで、シャット常にこうフェース面がこうかぶった状態のまま、上向くの分かりますか？上向いてる、めっちゃ。でこれが例えば左に向くとこっちの甲の方にこう折れて、で左に向くとこれって下ろしてくると、もうこれ開いてるのが分かります。本当だ。こうやって。本当だ。開いちゃうんですよ。こうします。はい、で、こう角度ができてて、フェース面が今カメラ向いてるじゃないですか。あとそのままもう回転してくると、うん、開いてる。で、それを自分でこう返していこうとするから、もう一瞬なんですよ。フェース面がこうまっすぐ向いてる時間が、うんうんうん、開いて入ってきてここで閉じるのとなくて、上向いてます。上向いてる。でここからそのままこう回転してくると、おえ、これ今何もしてない、何もしてない何もしてない、まっすぐしようとかしてない。じゃあ、あの極端にものすごくこうして、うん、なんかダスティン・ジョンソンとかこうじゃないですか。で、そのまま下ろしてくるとフェース面って被ってるんです。お、ほんとだ。何もしない。何もしない、何もしない。何も考えたことなかった、そんなこと。いやこれかなり大事ですね。へぇ、だからこれを、うん、まずこう向いてる方は、うんうんうん、ローテーションする前にこうトップの形を意識して、そこからこう、これで軌道がインサイドアウトだったら基本的にはスライスあんまりしてこない。 このカットからもちろんこうカットだと軌道がこうそうですね、スライスになっちゃうんで、インサイドアウトになっててもフェース面がそうなってたらプッシュします。返さない限り。ぜひちょっと自分のねフェースの向きをこのジェムさんはちょっと確認してもらって、はい、トップのフェースの向き、はい、次いきます。山本真宏さん、ダウンブローの時に、はい、右腰が前に出る癖があったため、はい、左腰を引くように意識しているんですが、はい、スライスが止まりません、はい、インアウトにするためのみほさんの注意しているところを教えてください。これあのさっきドリルにあった逆ハンド、うんうん、逆ハンドって逆ハンドの時に普段よりも右肘ってこうくっついた状態になるんですよ。こういう逆ハンドにすると右肘が自分の体にこう少しこうくっついたよ、うん、そのくっついたままこう打つ練習とかをした方がいいです。そしたら絶対インサイドになる。離れちゃうから、そうです、みんなこう離れてきちゃうので少しこうアウトサイドインの気分になりやすい。まあ、なんか逆ハンドじゃなくても少しこう何かこうヘッドカバーとかをこう脇に挟んで打ってみるとか、そういうのも大事だな。はい、じゃあ次いきます。やってみてくださいね。はい、特
時々格闘技と面白い嫁ちゃん G ゴルフ。あ、違う、これペンネーム。あ、名前だ。ペンネーム、ペンネーム、ペンネーム全然聞き取れなかった。時々格闘技、長すぎたんでちょっと焦りました。聞きづらかったみたいです。はい、ヘッドスピードは43くらいあると思ったの、あるのに思ったほど飛距離が出ません、はいはい、でもたまに飛距離が伸びる時もあり、飛距離にムラがあります。練習場ではうまく打てるのにコースに出るとトップが多くなります。なんでかな。練習場が良くてコースに出ると悪い方は基本的にアライメントが良くない方が多いと思います。アライメント、はい、練習場でいい、練習場ではいい当たりが出るっていう方は、練習場でこうスライスとかフックが出るって方はもちろんこう軌道から直してった方がいいんですけど、練習場うまくいくのにコースがダメっていうのは基本的にみんな右に向きやすいの。右に向きやすい、コースに向いてた。向いてました。やっぱりそのこう構えた時にの肩のライン、ちょっと後ろから取った方がいいかもしれない。こう構えた時に肩のラインのところにこう、まあ、当たり前だけど顔があるじゃないですか。で自分の顔の向きで方向を決めるんで自分の目線で決めちゃうんですよ、うんうん、で自分の目線がピンの方向にこう向いちゃうと肩のラインこう、右向いちゃう、右に向いちゃうんで、もう体全体がこう右に向いた状態になっちゃうんですよ、目線をピンに、今なんかアコーディア打とうとしたらだいぶ右だもん。そうです、うん、でこの状態からでも意識はピンなんですよ、うん、当たり前だけど、うん、アコーディアに打とうとしてるわけじゃないじゃないですか。だからカットになってきちゃうんですよ、自分が意識してなくても自分の打ちたい方向にこう振り抜こうとするんです。でこれが結構たまに激しい方がいるんですよ、うんうん、もうなんていうのかな、まあ、250のポジションに本当は打っていきたいのにもうなんかもう右の林の結構右側に浮いてる。でもうこんな角度から打ったら当たらなくなっちゃうんですよ、もう曲がるとかじゃなくて。だからちょっとアライメントを気をつけた方がいいのかな。自分の顔の目線は基本的にはもうまあ、グリーンのを狙ってるとしたらピンよりもうグリーン左端とかなんならこうラフの方に向いてないとおかしいので、この肩のラインはそれぐらいコースの景色にずれていっちゃう、はい、構えやすいです。でも練習場だとそれが起きにくい、線があるからみんなこうなんとなくまっすぐ立てちゃうんです。これが何もなくなっちゃうと、まあ、目標というか目標を見て目標を見ながら立っちゃうんで結構皆さん右に向きやすいですね。なるほどね、結構、まあ、練習場は変な方向向いてること少ないもんね。だいたいまっすぐ構えてるよね、はい、なるほどね。じゃあぜひあのコースでも練習場のように、はい、まあ、よくなんかクラブ2本置いたりもするよね、練習のためにみたいな、ね、ちょっと、まあ、コースでも、まあ、練習なんでちょっとこう自分でこう足元置いてみて、うんうん、打ちたい方向平行にちゃんと足がなってるかとかを気にした方がいいんですか。はい、ありがとうございます。でとか、あ、で行きましょう。あのそのアライメントを取るときにこう目標を取るじゃないですか、うん、後ろからこう目標を見てあここだなって意識するとするじゃないですか。ここのポジションだけを見るんじゃなくてこの後方も見るんですよ一緒に。お、後ろの、はい、後ろの。そしたらこうちょっとこう線がイメージできると思うんですよ、うんうんうん、で線をイメージしてからの方が多分足も平行にしやすいんです。ただ単にここを見てっていうのだとちょっと足の方向とかちょっと分かりづらいんで、この平行をイメージして平行通りに回してもらう。なるほどね、おすすめです、うん、はい、おすすめです、はい、ありがとうございます。